こんばんは、三輪忍です。今回の問題は、刑事が調べようとしたものは何かでしたが、回答はブレーカー。エアコンはかなり古いタイプだったため、ダイヤル式のスイッチで動作するものであった。相原京子はあらかじめエアコンのスイッチを最強にしておいた状態でブレーカーを切っていた。被害者が昼寝をしたところで切ったブレーカーをオンにして密室殺人を行ったのである。いかがだったでしょうか？それではまた次の問題でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。おやすみなさい。